おいそチャンプルーです今日はですね、そうですね、クラブハウスっていうね、あのクラブクラハで、いろんな方々とつながることができて、で今日はあのクラハを立ち上げることが自分のねチャンネルって言ったらおかしいのかな、ルームをね立ち上げることができたんで、でそれとまあ超まあハッピーですね。でそうですね、まあちょっと過去をねちょっと振り返ってみると、まあね、アメリカの周りを一周することができたり、まあね、アメリカで30年近くも生活できたりとか、まあそういういろんなことをね考えてみると、一人ではねやってきてないなみたいなまあね、もちろんね、まあ親とかね、兄弟、まあお姉さん方とかね、友達とか、まあいろんな方々の支えがあって、ここまでこうなんかね、大きくなったなーっていうやつですね。まあ将来的には1メーター80ぐらいまで行って映画スターになる予定なんですけど、違うかみたいなやつなんですけど、まあまあでもね、やっぱりこう全ての人っていうのはそれぞれがね、主人公主人公っていうやつですね。まあそれぞれが世界一ですしね、それぞれがねやっぱりまあ天才ですよね。でまあね、世界にやっぱり一人しかいないんで、皆さんそれぞれが世界一だし、まあ私は自称世界一ハンサムって言われてますけどね、言われてるんじゃなくて自分で言ってますねまあ恥ずかしくなりますけどね、秋さみよっていうやつなんですけど、まあ今日はね、まあ皆さんにね感謝の気持ちを込めて、すべての全世界の人々、まあね親兄弟とかね、そういう方々のご支援とかね、友達とかのご支援があって、まあここまでね大きくなれたのかなとかって思ってますね。今日はまあまだね嬉しいことが一つありましたんで、クラハを立ち上げることができたっていうやつですね。でそれでね、やっぱりちょっとねていたいと思います。ファイヤーソーサー、オーディア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 ディ、はい、いいよ、皆さんありがとう、いやさあ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 、皆さん本当にアリが10匹でございます。またよーさーい、またベジタボーっていうやつですね